皆さんこんにちは。本日はカープライムでコソレンではありません、この袖ヶ浦、サーキットですね。サーキット初めて走る人たち、あるいはそのタイムアタックしたい人、タイムをどうやったら出したらいいか、サーキットの攻略法、まずは袖ヶ浦ですね。まず初めて走る、コースの覚え方、僕なんかが初めてね、海外に行った時に知らないサーキットを走る時って必ずこう、例えば1コーナーが3速のコーナーだったら4速で入る。でヘアピンみたいなところだと3速で入ってくる。でそこでこうテンションを上げない、まずは心拍数を下げる。いっぱいいっぱいで行っちゃうと何やってるか分かんなくなるから、1速高いギアで入っていって回転数を覚える。で1速高いとそんなにテンション上がらないから、でその回転数を見る。回転数を見た時に、トルクバンドから外れてるようだったら1速落とせばいい。まずだから1速高いギアで何周か回って心拍数を落とす、落ち着く、そこから何速を使うかっていうのを決めていく。初めて走るコースっていうのはそうやって覚えていきます。あとはね、袖ヶ浦の、こう攻めろっていうのですけれども、これねすごく難しいんですよ。つくばもそうですけど、袖ヶ浦もなかなかね、エスケープがないんで、ぶつかると結構な金額いっちゃいますけども、まずは1コーナー、1コーナーに関しては自分でこう決めたところでアクセル戻す、ブレーキを踏む、入っていく、そのターンインのスピードが遅ければアクセル入れていくでしょ、みんな。だからそうやってブレーキングポイントを奥に持っていくの。アクセルを入れながらコーナリングしていくっていうのは進入速度が遅いからできる。だから何もできない状態でクリップまで行けるような、そこのポイントをこう探していくの。そうすると割と楽ですよ。であと2コーナーはね、パワーのある車はこうちょい戻しじゃないと危ない、めっちゃ危ない。で大体こう86みたいな200馬力ぐらいの車だと2コーナー全開で行けますからね、4速全開ぐらいですよ。で下ってから左にこう G がかかりながらフルブレーキングしなきゃいけないの。そこがね一番難しい。できるだけこう車が暴れないフルブレーキングですね。だから1回かけて加速して奥まで行ってフルブレーキングみたいな、そういう変則的なフルブレーキングを使ってヘアピンにターンインしてきます。登って次も難しいの。次も左に旋回しながらフルブレーキングで入っていかなきゃいけない。だからそこがフルブレーキングが長すぎるとオーバーステアが出ちゃうから、そこもこう2回ぐらいに分けてフルブレーキングをね、割と G を逃がしながらフルブレーキングをかけて左旋回していく。これは結構難しいですよ。ちっちゃい 100R みたいなね、コーナーですけど、これはやっぱり3速で行った方がいいのかな。2だとちょっときついな、オーバーレボブしちゃうよね。で3で入っていって、まあこれね駆動方式によってこのコーナーは全然変わるからね。ここは入り口のライン取りがすごい難しい。これだからここから入ればいいっていうことはない。 FR だったらここ、 FF だったらここ、4駆だったらここっていう進入ラインが駆動方式によって違うから、そこは自分で見つけてください。あとプロが使うタイムの出し方、これはやっぱねブレーキングポイントをどこに持っていくか、でいつそのフルブレーキングをリリースして車を暴れさせないでボトムスピードまで落として入っていくかっていうので、だから一番ねブレーキングポイントはね、どこでフルブレーキングして、どこでそのブレーキングをリリースして入っていくか、ブレーキングポイントでも全然変わります。だからプロが、タイムがいいっていうのは基本的にそのブレーキの使い方がうまいのとリリースの仕方がうまいっていうことです。コーナーを攻める時のワンポイント、これはもう今言ったようにブレーキから始まるからね。まずはそのブレーキングをミスるとステアリングの切り方もミスるし、クリップも取れないし、出口でアクセル踏む場所も違ってきちゃうしっていう、全てはブレーキで決まります。入り口のブレーキからリズムを取って入る。そうすると割とこうどこでアクセルを開けたらいいか、どこで全開にできるかっていうのが分かってきます。まずはブレーキングポイントをこう詰めていく、そこからリリースする場所をどこにするか、車を暴れさせないということです。基本的にドラポジってクラッチ踏んだ時に足伸びきっちゃうと何もできないよ。だから割とちょっとかっこ悪いかもしれないけど、クラッチ踏んだ時に膝がちょっと曲がってるぐらいで、ブレーキも一緒、アクセルも一緒、
まず足が膝が伸びきらないっていうこと、その位置まで腰は持っていって、あとは背もたれはね、これも自分の好きな角度だけど、基本 肩が外れちゃダメなんだよ。肩が全部こうホールドするからコーナーで。だから基本的には斜め45度ハンドルを持った時に握ってる手が離れないっていうこと、ステアリングからね、ここを握った時に基本は引いて足りない分を押していく。でその時にどこを持った時でも肩がホールドから外れないっていう位置までこうバックを持っていく、ね、背もたれを持っていく、まあ、腰の位置は足の膝に合わせる、肩はステアリングをどこ握っても肩のホールドが外れないところまでシートバックを持っていくということです。さあ、それでは袖ヶ浦コース攻略行ってみたいと思います。まあ、初めて走るサーキットはもう本当にコース図を見てまず 60% から 70% 覚えとけばいいんだよね。そこからやっぱりこう合わせ込んでいくっていうことだろうね。まあ、実際走ってみないとよく分かんないからね。コース図で大体覚えてから、それから実際走って、あ、このコーナー何速でいけるなっていうのを見ていけばいいと思うよ。さあ、それではコースインです。サーキットは楽しいぞ。まあ俺もね、初めて走った時はやっぱりビビるよね。どこ走っていいか分かんないんだよね。で、速いやつ後ろからいっぱい来るし、だからこうやってコース図見てから3速で行けるかなっていうとこ、1速高いギアで行くね。そうするとね、それを何周かやってると心拍数落ちるから。で、冬は特にタイヤ温めないとね、タイヤとブレーキ。ここもそう、ヘアピンだけど3で行くね、1個高いギアで行ってみる。ここもそう、高いギアで行ってコース図を見たのと自分で実際走ったのとを合わせ込んでいく。ここもそうで、その回転数がトルクバンドから外れてれば1速落とせばいいし、あ、これでいけると思ったらそのままのギアで攻めればいい。まあ、これを 2,3 周続けるといいよね。そうすると心拍数も落ちてくるし、で各コーナーのギア比も自分で選べるようになる。あと攻め方はね、こう 100m、50m 看板、こういったところで自分の車のパワー、それとタイヤのパフォーマンスを見ながら少しずつこう奥に詰めていくのね、ブレーキングポイントは。あとはね、リリースするときが難しいんだよ。フルブレーキングはいいんだけど、リリースしたときに車ってアンダーになるのかオーバーになるのかっていう、そこを見ていかないとね。リリースする場所でだいぶ変わるからね、車の動きって。こうやってさ、高いギアで走ってると全然覚えやすいよ。いっぱいいっぱいになっちゃうのが一番怖いね。何も覚えない、頭の中に何も残らない。こうやって何周か走って自分で
そのコースを慣れていく、ね、そこから今度はタイムアタックに入るときはどこでブレーキングを詰められるかなっていうそれを見てくる。まずはやっぱり一番安全なところでフルブレーキングを開始まあ1コーナーだったらもう本当に100過ぎて200馬力ぐらいの車だったら100過ぎてここからフルブレーキングしてターンインでアクセル入れられる状況だと、あ、まだブレーキングポイント奥に行けるなっていうのが分かるでしょ。そういうブレーキングポイントの詰め方をしていくの。いきなり行っちゃったらもう事故るしかないからね。でここが一番難しい3コーナーのブレーキング、フルブレーキングしてこのヘアピンをどう立ち上がるかっていうね。あそこの今の下りのフルブレーキングはね、フルブレーキングした後こうじわじわ緩めていく、リリースしていくブレーキがすごい難しい。ここも一緒、4コーナーブレーキは踏んでもいいんだけどリリースの仕方が重要なの。ここはもう普通にアウトインアウトでクリップを奥に取って立ち上がりでバコンとアクセルを踏む、でヘアピンに入る。さあじゃあちょっと攻めた走りしてみましょうか。コースも覚えたところでどう攻めていくか、ギア比も分かったところで、ブレーキングポイントも詰めていかなきゃいけないしね。ギア比は今4速で入ってます、まあ、ファイナル落としてるからね。ここのフルブレーキングは難しいよ。これここ大事にいかないとね。あと4コーナーのこのブレーキング、ブレーキングした後リリースの仕方でこう車が暴れるから気をつけないとね。今のブレーキング多くすぎたからアンダーになっちゃったよね。大事にいかないと次も大事にいかないとね。ブレーキがもうすぐ難しいんだよここ。ちょっとオーバーかな車が。ちょっとセットアップ間違えたかな、オーバーだ。リアの塔をつけすぎたかな。
事に大事に大事にね。ちょっとオーバーなんだよな、ここが。ああ、体が動く。自然にクラッチ蹴ってた。オーバーなんだよな。ブレーキングポイントをしっかり掴むことだね。うまくいったね、ブレーキングポイントもリリースする場所もね。だな、セッティングがね、ちょっとオーバーに振りすぎてる。大事に大事に大事に、回転数を落とさない。4速かな、ファイナル落としてるからね。3速だなって悩みながらサーキットを走りましょう。こんな感じだね。こういろんなギアを使ってみて自分で試していく、ね、こう失敗を積み重ねて成功が近づいてくる。面白いでしょ。200馬力なんだけど面白いよ。全開率は高くてセッティングで全然変わっちゃうもんね。その235から255にした時、そのセットのままだとアンダーしか出なかったけど、今はセットを変えて、トーを変えてね、そしたらちょっとオーバーが強い。ちょっとやりすぎたかなっていう、アンダー消すためにね、リアのトーをトーアウトにしてるんだけど、それがちょっとやりすぎたかな。少し戻さないとダメかも。こんな感じで
サーキット攻略法、やっぱりなんだかんだ言ってもいつどこでその前回からフルブレーキングをかけるか、でリリースして車をちゃんと安定させてターンインしていくか、そこをね、自分の車なんだから自分で探していく、3コーナー4コーナーに関してはもう自分の車なんだから、アプローチのラインは自分で見つけるしかないんだよね。さあ今回のカープライムいかがだったでしょうか。まあ初めて走る人からタイムアタックしたい人ね、タイムを削りたい人のために、今回はね、袖ヶ浦攻略法をやりましたけれども、これを参考にして皆さんもね、サーキットを走っていただきたいな、あとはもうサーキット慣れしてる人、タイムをどこでどう出すか、これを勉強して、タイムをコンマ1秒でも削っていただけたらと思います。それではよかったらいいね押してよ、ね、押してくださいよ、登録もお願いします。